皆さんこんにちは、スタジオクオッカチャンネルです。今日も前回に引き続き19世紀ギターを使って演奏していきたいと思います。曲はマッテオ・カルカッシ作曲の25の練習曲集より第7番です。それではお聴きください。どうぞ。いかがだったでしょうか。実は僕が初めて古典のエチュードに触れたのがこのマッテオ・カルカッシの練習曲集でした。実はね、エチュード僕ブローエルが初めてなんですね。現代作曲家なんですけれども、なかなか癖のあるところからエチュードというものに入って、で当時あんまり良さが分からなくて、ブローエルですね、エチュードって変な曲多いなってすごく思ってたんですけれども、古典のエチュードってしっかり作りがあって分析しやすい感じなんだなっていう印象を受けていました。で、カルカッシのエチュード、それ以降も技術の指標というか、自分の技術の確認というか、例えば本番前とか楽屋でとか、そういった機会に弾くことが多い曲でもあります。なんかこう手にすごく馴染む曲が多いので、そういった意味でなんか今日の調子とかを確認しやすいのかなと思いますね。で、特にこの7番は僕お気に入りでして、最初弾いた時すごくなんか渋くてかっこいい曲だなと思って、それ以降ずっと弾いてるんですけれども、生徒さんにも何か古典のエチュードやりましょうかっていう時にも勧める一曲の一つですね。すごく技術的にもいろんな技術が入ってて、ただ難しすぎずという感じですので、すごくおすすめの曲です。というかギターする人みんなこれやっとくといいと思います。で、おそらく次回3番を上げると思うんですけれども、この曲も僕お気に入りで、まあ、他にもね、もっとやっといた方がいい曲ってあると思うんですけれども、せめて2曲ぐらいやろうかなって時だったら3番と7番すごくおすすめですので、皆さんも弾いてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。